おはようございます。おはようございます。谷口清子と申します。松田桐子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。見るんですけど、どうやって作るかわからなくて、ちょっとね工房の方にお邪魔してるんですけど、はい、藍っていう植物があるんですけど、はい、そうなんですよ。このぐらいのね、私木やと思ってたら、葉っぱを、うんうん、で育てる時は緑色の葉っぱなんですけど、はい、乾燥すると青くなるんですね。あ、本当。この乾燥場に水をかけると、うん、葉っぱにその微生物たちが働き出して。で、2、3日すると温度がこの葉っぱ70度ぐらいまで上がるんですけど、微生物の働きで。微生物頑張ってくれますね。そうなんですよ、うんうん、でそれを100日から120日温度をキープしていくんですけど、はい、で100日経ったのがこれで、あ、次はこれになる。次は染めるためにもう一回液の中で発酵させないといけないんですよ。でこれが染めるための染液で今発酵しているところです。この表面が青くなると染められるっていうタイミングで。あ、じゃあこれはほぼ出来上がってる感じなんですか。はい、あの、まあ見た目でいけそうっていうのもあるし、あと他に何か確かめる方法とかあるんですか。もういけるなみたいな。僕はもう歯切れを染めるんですけど、うん、まあ液舐める人もいますね。舐めちゃうの？発酵が好きな方は、でもお客さん来られても舐めていいですかとか言って舐められる方はいますね。発酵？いや、私も嫌いじゃないですよ。あ、どうぞ。あの、働くっていうことね、仕事っていうのはいつ頃から意識して、まず最初はどんなことをされたんですか？そうですね、まあ大学時代になんか何の本か忘れたんですけど、はい、自立と依存みたいな本を読んでたんですよ。まあぼんやりとなんですけど、はい、自分の生活費とか食べるご飯代っていうのはもう自分で稼ぐのが自立やなってその時に思ってて、ただまあやりたいこともなかったんで、日本しか知らずに人生終わるのはもったいないなってすごい思って、うん、僕はとりあえずニューヨークに大学卒業して1ヶ月だけ行きました。あ、どうでした？今につながるようなことはありましたか？まあいろんな気になるお店を入ったりとかしてブラブラしてたんですけど、うん、たまたま入ったお店でどっから来たんやって聞かれて、はい、で日本から来たって言ったら、うん、この服ジャパンブルーやぞって教えてもらったのが、うん、藍染めとの最初の出会い で帰国して、でまあたまたまテレビを見てたら藍染め特集がやってたんですよ。ジャパンブルーや、あの時のニューヨークの時のあれやっていうのでつながって、はいはいはい、でまあやりたいことないしやってみようかなぐらいが入りですね。正直まだ20だから2歳とか3歳とかの青年はまずどこに行くんですか？はい、とりあえずいろいろ調べたんですよ、はい、やるんやったら日本一のとこで学ばないと意味がないなっていう。どうでした？断られました。で弟子は取ってへんし帰れって言われて、でまあ何回か粘ったんですけど無理やったんで帰ったんですけど、はい、で入れるまで通ったろうと思ったんです。すごい迷惑な話なんですけど。いやもういいですよ、そういうの好きです。で何回か通ってるうちに愛媛県で2年勉強してきたら考えたるわって先生に言われたんです。でまあ藍染めできるかなぐらいで愛媛県行ったんですけど、あの行くと蚕を育てて、シルク繭を作って糸を引いて、はい、植物へ染めて旗織り。あ、もう最初から？そうです、そうです。
で反物を覆って手で和裁着物を縫っていうのを2年間そこで。で2年終わって2年終わってはい。もうそしたらもうそれこそ意気揚々と先生終わりましたみたいな。一応まあ愛媛県にいた時から連休があると京都に戻って先生の工房に挨拶行くっていうのを一応繰り返してて。えらい忘れられないように。そこからどんな風にこう、まあ、段階じゃないですけど、うん、っていう感じなんですか。どんな風に成長していくんでしょう。そこから、先生にずっと歴史を知りなさいと、歴史に答えがあるからっていうのをずっと僕に言ってくださってて、はい、藍の歴史をこう僕は遡って生きていったんですよ、うんうん、じゃあ日本でいうと藍染めは徳島県がすごい有名なんですけど。そうですね、そういうイメージです、はい、ただ歴史を遡っていくと京都から始まってるやんっていうのを知ったんですよ。そこで1712年にこの日本の百科事典が出ます。ほうほう。和漢三才図会っていう百科事典なんですけど、うん、当時は京洛外の藍が最も優れてたよっていう証明にもなるので。でもそう、今は全然京都のイメージはないです。そうなんですよ、はい、100年前に滅びちゃってたっていうのを知ったんですよ。そこで100年前、大正時代、大正12年ぐらいですね。その栽培されてたのが自分が育った地元洛西地域やったっていうのを知ったんですよ。おう、ぐるっと回ってきましたね。回ってきたんですよ。そうなるとどういう風にしよう。僕が復活させるしかないなっていうのでいいね、いい感じに向こう水な若さがで京都の藍は水田、田んぼで栽培してたんですよ。ほうほうほう。で水田で栽培することによって青の色素が薄くなるんですよ。ほんま水色になるんや。そうです。でそれを見てると江戸時代の文献とかはその色が上品やと。はいはい。で濃い藍は下品ってちゃんと評価されてたりしてるんですよね。ああ、まあその時の、まあ、あの、まあ美の基準って変わりますから、はい、その時のその美の基準が、はい、その薄い水色の方がちょっと品があるというふうな捉え方だったんですね、うん、そうです、うんうん、今日藍染めの復活、はい、でもそれでまあ一つ目標は達成されたわけじゃないですか、はい、じゃあでもこっからやっぱりどうしていこうかということをやっぱり考えるんちゃうかなと思うんですけど。そうですね、うん、まあ、復活させたからには次はどうやって僕が死んでも残していく京藍っていう存在を、ね、はい、今のままやったらそれでまた終わっちゃう。そうですそうです。でどうやって残すかって考えた時にそのアート作品であれば残る可能性がすごい上がるなと思ったんです。消耗品ではなくて。あ、そっか。で、まあ、美術館とか博物館に最終的にはどうやって所蔵してもらえるかなっていうのが今のテーマ。リクさんのアートの、その藍染めのアートのテーマっていうのはどういうこと。その微生物たちの世界観とかどういうふうに見えてるんだろうっていうところからまず入っていって、で結局このバケツ1個の中の微生物たちの世界、うん、と僕ら人間の世界って一緒じゃないかなって思い出したんですよ、うんうんうん、でその世界を表現できたら面白いんじゃないかなっていうのがまず根っこの部分なんですよ。なんかでも一つ一つの作品はその目標を達成したとか聞いたんですけど、まあ、まだまだですけど一応去年の秋に、明神寺の慶秀院さんで個展を、初めての作品の個展をさせてもらって、はい、その時に、掛け軸の作品を作ったんですけど、はい、それを奉納させていただいて、うん、あとでもやっぱりその、まあ、世界に向けるっていうやり方もあるかなと思うんですけど、はい、その辺はいかがですか。でやっぱり海外の方は価値が伝わりやすくて、で今、コラボレーション進めてるのが海外のイタリアのラグジュアリーレザーブランドのバレクストラさん、87年ぐらい確か歴史あるんですけど、うん、はい、その企業さんとブランドとコラボすることになって、でそのバッグを今作ってるんですけど、はい、そのバッグもこのジャパンブルーとかインディゴっていう名前で最初こう提案されたんですけど、うん、それは嫌だと、京藍を入れてくれっていうので、うんうん、でちゃんと英語で京藍っていう、とりあえずイタリアには1個京藍の痕跡を残せたなっていうので。いいですね。
じゃあもうこっからはその両輪みたいな感じなんですか？そうですね、日本だけに別に残さんでいいなっていうのがあって、世界中に教会の痕跡を残せればっていうのがありますかね。人とようさんの花水木に100年続きますようにってありますけど、これは千年です。でもこれ千年っていうのはずっとっていうことで、京藍染めが人の暮らしの中で文化になって、そして産業になって、ずっとずっと続きますようにと、そういう思いを込めました。ちょうど今、京都で個展を同時開催中ということですよね。はい、大丸京都店の1階とカーサバレクストラの店舗でやっております、はい、ぜひご覧ください。